皆さん、こんにちはハイタイ沖縄県うるま市石川出身の伊波由紀乃と申しますいつも応援していただき誠にありがとうございます7月20日月曜日、伊波由紀乃のエブリデイナンクルーナー日々スタートいたします毎日いろんな出来事が起きる中すべてはハッピーになるための出来事だよと 願いを込めた番組になっています本日も皆さんと幸せな時間を過ごせたら嬉しいなと思っています3時から4時まで約1時間のお付き合いねよろしくお願いいたしますこの番組はラウンジコスモと響きの提供でお届けいたします はい、皆さん、改めまして、こんにちは、ハイタイはい、皆さん、ね、本日、7月20日、月曜日、ね、沖縄県うるま市、石川、33度の気温となっておりますよ。はい、皆さん、おかわりなく元気で過ごしてますかどんなですか <laughs> 夏バテしてない大丈夫ね <laughs> もう、私はさ、本当よ、あれさ、あの <laughs>、 SNS でね、あのご存知の方は知ってると思うんですけど、はい、最近、ちょっと大雨でね、焦ってしまって、あの免許切り替えの時にですね、はい、階段からすってんころりにしてしまいまして、はい、もうね、年も考えてよって感じかもしれないけど <laughs>、はい、まあ、あの大怪我はしてません。はい、ちょっとあの、多分、 軽度の打撲だと自分の中では思っておりますけども、はい、何とか動けてますのでね、はい、大丈夫だと思います、はい、免許切り替えも無事に終わりましてですね、はい、大きな怪我もなく、はい、過ごしております、はい、皆さん足元には十分に気をつけてくださいね <laughs> 私が言うのもなんですけども <laughs> はいはい <laughs> はい皆さん本当にねおかげさまで、はい、皆さんの おかげもありましてそしてねいつも「FM ウルモさん」をね聞いていただいてます皆さんのおかげもありましてなんと今日今日で8回目を迎えることができました皆さん大きな拍手 <laughs> ありがとうございます <laughs> もう嬉しいですね本当に今日もですねたくさんメッセージいただきまして先週もね皆さんの素敵なお願い事ねあのたくさんいただきましたけどもはい本日もあの夏休みの思い出というね あのテーマであのやっていきますけども、はい今日もたくさんね、あのいただきましたよ、メッセージ、一つでも多く読み上げていきたいと思ってますので、ぜ、は、ひ、い、皆さん、よろしくお願いいたします。そしてですね、はいあのー、あれですよ、皆さん、大変になってるね、またね、何年、ね、第2波ってやつですか、はい、コロナの第2波というやつがまたやってきましたね。 うん、こんなにも早く第2波が来てるなんて私もびっくりしましたが、ね、先日、また沖縄県で初めての小学生の感染者が出てましてねあの地域の皆さんとかですねご家族の皆さん周りの方々ねとても心配されてると思うんですけども、はい、私たちもねなんかまた近くで出たからやっぱり改めてなんかなんかかていうんですか非常事態であるんだなと、はい、あのちょっと痛感したんですけども。 そしてねこんなコロナの影響でもある中であの豪雨でね被害に遭った地域もあってはいもう本当に一日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。はいそしてですね皆さん <laughs> あのー、大変申し上げにくいお話なんですけどもはいあの先週ねラジオでもあの私あのお知らせしたんですけどもあの来月ですねはい 県外のライブが入ってたんですけども、はい実はですね私、その県外のライブをですねあの今回行くことを控えさせていただきました。あのこの場を借りてですねあのご予約いただいた皆さん、そしてですねいつも応援してくださっている皆さん、そして関係者の皆様方、はい本当に申し訳ございません。はいい本当にですね早くもううコロナという 会ったことないけどさまだコロナにあったら私もちょっと文句言ってやりたいよって思うぐらいですね、はい、もういい加減に早く終わってちょうだいって言いたいんだけど早く一刻も早くねあの本当に皆さんが安心してね安心して安全に暮らせるようになった時にね心よくねあのライブができるようになってほらね見てくれる来てくれる皆さんもね心よくライブが聴ける。 ぐらいのねね安心感を持ってです、ね、私もその時になったら100倍返しで <laughs> 100倍返しっていうのもあれかな <laughs> ちょっと怖い <laughs> いつもいつも力強いからね私ね <laughs> はいまあそれぐらいの勢いですよはい皆さんに会いたいなぁと思う気持ちも本当にあったんですが今回はちょっと心苦しい判断にもなりましたがはいあの皆さんね是非あの 来年来年にはもう落ち着いてるんじゃないねまあもっと早い方がいいけど本当はね、はね、い。是非今回のことは本当にね。あの 申し訳ございませんという気持ちと、はい、あの今度こそは絶対行くからねという気持ちとです、ねはい、もうしばらくいはゆきの,イの,のライブで見るのはちょっとお預けということで皆さん FM うるまでね <laughs> ちょっと電波を通してね、はい、FM うるま86.8ですよ皆さん、はい、あの YouTube でも私画像付きで映ってますから。 はい、ぜひ YouTube チャンネル登録していただきましてね、はい、あのいつでもそばにいるような感覚で <laughs> 見ていただけたら嬉しいです <laughs> はいそんな感じでですねはい今日も始まりました早速、あのー、今日もいっぱいいただいているので読んでいきたいと思いますメッセージ皆さんねいつも本当にたくさんありがとうございます最初のメッセージいきましょうねはいペンネーム「歩くの大好きさん」はいありがとうございます「はい」い「はい」「はい」 子どもの頃は阿波踊りを見に父方の実家徳島に起床していました今は赤石海峡大橋がありますが私あ昔は車に乗ってフェリーに乗って起床していました5人家族で乗り物乗り物酔いをするのは私だけあいやつらいよね乗り物酔いねうんスイカやアユを食べるのは楽しみだったけど起床するのは嫌でした あなるほど。あれ、あれだよね。車酔いするからかな。ええー、と、大人になった今でも乗り物酔いは相変わらず。だから、時間があるときは徒歩で移動します。歩くの大好き。ゆきのちゃんも大好き。大阪より愛を込めて <laughs> ありがとうございます。歩くの大好き。私も大好き。ありがとうね。はい、大阪のね、歩くの大好きさん、ありがとうございます。私は基本、歩くのあんま好きじゃないんですけど。<laughs> <laughs> 近くのスーパーもコンビニもすべて車で行きます <laughs> だって暑いのに <laughs> はいありがとうございますそして次ですねえー、とチーミーさんですねありがとうございますイハさんいつも応援してます千葉からラジオ聞いてるよありがとうございます夏休みの思い出ですが毎年新潟のおばあちゃん家に遊びに行ってきました遊びに行ってましたご飯がおいしくておいしくて おばあちゃんが育てた枝豆、とうもろこし、作ってくれたおこは数えたらきりがありません。美味しそうですね、どれもね。おばあちゃんが作ったんだったらもう間違いない。美味しいよ、絶対、うん。大好きなおばあちゃんも18年前に亡くなってしまい、今はもう食べることができませんが、いつまでも忘れられない思い出ですね。イハさんは、おばあちゃんが作ったもので好きなものありますかありますよ。はい。私もあります。はい。えーとね。 大きいなと言ったらあれじゃないボボロボロジューシー <laughs> あれねもう私,な私もあのひいおばあちゃんね亡くなったおばあちゃんがよく私もあの小さい時はよくひいおじいとかひいおばあのねお家であのこで学校帰りねあのお父さんお母さん仕事してるからさあのいたんだけどいつももうおばあちゃんがね大体ジューシー作って待ってたよ。うん、そのジューシーをね 食べてはい育ちました <laughs> 美味しいよあれなんでかね、うん、私も真似できないしうちのお母さんも多分真似できないと思うんだけどあれは絶対真似できないオーバーの何でティーアンダーっていうのあの必ずお椀にオーバーの最後の仕上げのティーアンダーの指親指が入ってるからじゃないのあれ <laughs>、うん、とにかく美味しかったはいありがとうございます はい、そして続きましてはい、こちら北海道から龍のママさんはい、ありがとうございますこんにちははいこんにちは北海道は帯広から聞いてますよもういつも遠いところありがとうございます夏休みの思い出はやはり田舎の沖縄に帰ったこと,夏、えー、と小学校の頃はパイナップルカット高校生の頃はソバージュをおばがしてくれて夏休みが終わり 親元へ帰ると怒られたな今日はこれから夜勤なので仕事始まるギリギリまで聞いてるからねありがとうございますリクエスト赤花いただきましたありがとうございますはい頑張ってよ池野さんありがとうね今日も頑張ろうね <laughs> はいリクエストですねはいもしあのー、できるだけ書けようと思ってますのでねはい書けさせていただきたいと思いますよ はい今日はリクエストあの3曲いただいてますからね、はい、できる限り、はい、おしゃべりとちょっとね、あの <laughs> 見ながら <laughs>、時間見ながら、はい、続きまして、続きまして、はい、ラジオネーム、あっこ姉ちゃん、はい、ありがとうございます、あっこ姉ちゃん、ひららのあっこ姉ちゃんね、はいえー、夏休みの思い出はたくさんあるのですが、離島出身の私は、そうなんですよね、離島、あの都ですからね、はい、船で、 10時間くらいかけて沖縄本島まではるばる遊びに行ったこともいい思い出です飛行機で行けば50分ぐらいで着くのに節約のために船便を利用そしてそれと引き換えに激しい船酔いで非常に過酷でしたそうでしょうね私も結構船酔いするタイプなのでねすごいですねえ10時間もかけてわおそれでもいい 早朝に沖縄本島が見えた時のワクワク感は今でも忘れられないです何しろ約300キロ離れてますからねそうなんですね気分はコロンブスですおお本当に着いたら国際通りを散歩したりバスで観光したりあちこち行きましたちなみに都那覇間の船便は10年くらい前に廃止あ、そうなんですか じゃあ今行行こうと思っても船,船ででけないんですね。そういえば小学生の時ひよこを連れて那覇に行ったこともあるよ。どうしてひよこを連れて行ったんですかね <laughs> コロナの影響で今年の夏休みは短縮されるようですがいろいろ制限がある中で子どもたちが工夫しながら楽しい夏休みの思い出ができますように。 夏バテしないように体調も気をつけていきましょうね。またやー、はい、ありがとうございます。本当ですね、今回、ね、夏休み、すごい凝縮されてますよね。多分一1週間ぐらいって私は聞いてますけど、はい、この1週間の中でね、子どもたちと何して遊ぶかなって、今からちょっと私も無理歓迎してるけど、<laughs> 考えてるけど、はいはい、またね、楽しい思い出作っていきたいなと思っていますよ。ははい、い、い続きまましして、はい、ありがとうございましたね。はい そして、続きまして、はいこちら、大阪からですね、会、はいたい、会いたい、ゆきのん。はい、ありがとうございます。あたしも会いたいよ。<laughs> はい、えっ、ー、と、待ってました。会、はいたい、会いたい、ゆきのん。でも会えないか。あ,ありがとうございます。SNS で見たんですかね。はい、ありがとうございます。待ってました。月曜日のこのお時間、1週間経つの早いね。 だからさ、本当に早いよ、私もびっくりして、目つぶって開けたらもう月曜日だよ。<laughs> もうデ事ジになってるさ、もうどうするかね。今日の大阪は晴れてて、久々の激熱、外には出たくない、本日も全国の皆さん、大爆笑の渦で、心をわしづかみの報復 Z でよろしくお願いいたします。当たってますかね。 あのこの方のおかげで私は1つ4文字熟語というものを覚えましたよ <laughs>。ありがとうね <laughs>。皆さんが教えてくれるさ、本当にはい、あの丁寧にね、あの振り仮名振ったりですね、あのひらがなで書いてくれたり、カタカナで書いてくれたりね、皆さん、私が漢字が読めないよって言ったからさ、もうみんな本当優しいさ、ありがとう。もう大人になっちゃって働き出すと、夏休みと呼ばれるものがなくなっちゃったよね。そうううだよね、うん、うん でも夏休みの思い出って考えたら小学生の時に母が一人で男三兄弟をえ三重県の海水浴場へ毎年日帰りで連れてって行ってくれたのを思い出しました近鉄電車にビスターカーと呼ばれる特急があって2階建ての列車なので毎年1階席にするか2階席にするか悩んでいましたね帰ってくると 背中の日焼けが痛すぎてて週間ぐらいいなってましたかっこ笑いアホな子ですねかっこ笑いすねごいですね特急線でこの1回か2回でこう選ぶっていうすごいですねアリーナ状態ですねもうねはい1階席2階席ってまたスーパーシートとかもあるのかないい席だったらねわあいいね特急って沖縄にはなかなかっていうか絶対ないからねうんうらやましいわはい今考えたら母親はすごいですわ 毎年男3人子供のために今回雪乃さんの決断もありだと思います。いつか笑って会える日が必ず来ます。その日まで沖縄へエールを送って応援してます。ありがとうございます。はい、リクエストをいただきました。あの私ののアアルルババムムですね、はい、めぐるのアルバムから ライフはい、ありがとうございます。はい、もう後でね、そちらも書けたいと思いますよ。はい、ありがとうございます。あ、でも、後でと言わずに、今書けようか。そうだよね。うん。<laughs> また忘れるからね、私。はい、それでは、せっかくリクエストいただきましたのでね。はい、ありがとうございます。私の,あのセカンドアルバム、めぐるよりね、ライフお届けいたします。聞いてください。 ははいいいいありがとうござまますライフお届けたたしました、はい、この「ライフという曲ね作詞なんと私がやってるんですよはいこれ最初で言えばよかったのにね <laughs> 曲始まる前に普通曲の紹介するのにねすいませんね私いつでも何でも逆なんだね <laughs> アメリカバージョンみたいでしょ何でも逆に言うっていうね <laughs> 違うか <laughs>。はい そして作曲はですね杉内真助さんでございました。はいありがとうございます。はいあのー、続きはねあのー、また CD を聞いていただいてはいあ CD はあ先週も話しましたっけ私はいあでも何回でも言いましょうねはいあのアルバムあのー、もしねあのご希望ありましたら私からも販売しますのではいで行ったのにね先週あのー、ゲストさんゲストさんじゃない間違った。<laughs> <laughs> あのギャラリーにね、はい、お客様が初めて遊びに来ていただいてね、はい、もうありがとうございますあの CD くださいって言われたんですけどね、はい、いつもこうやって CD 流してるのにね CD 持ってなかったからもう本当すいませんねちょっと準備不十分で、はい、あの今度こそは持ってきますって思ったんですけど今日も忘れてしまいました。すいません <laughs> <laughs> はい、いつも少し持ち歩いとかんといけないよね。うんうん、失礼しました。はいありがとうございます。そんな感じではい次に行きたいと思います。はい次のメッセージね。はいありがとうございます。えー、5人兄弟真ん中のイハさん。はい同じイハさんですね。はいありがとうございます。小学校の頃夏休みに兄貴と近所の先輩と朝5時に起きて山城にクワガタ取りに行ったことかなっていうことは。あの あれですかねあの山城」っていうことはうるま市石川の山城ですよね山城ね、はい「クワガタ取れたんですね」「今でも取れるのかな」えーと「手のひらサイズのクワガタを兄貴が捕まえた時は羨ましかったな子供の頃は純粋に欲しいかっこいいと思うだけだったけど大人になるとあれ売ったらいくらしたんだろう」って思うところが心が汚れてきたなって思うよねって <laughs>。 なるほどね。あのあれだよね。好きなものがちょっと売り物になってきちゃったんだね。うん <laughs> まあ年いくにつれての、まあ、賢いっていうかね。まあちょっと生きる道が変わってきたのかな。うん <laughs> はいありがとうございます。はいそして続きまして。えゆ、ー、きの応援隊さん。はいありがとうございます。えー、我が家はお父さんがアイスクリーム上宮なんです。上とあの アイスクリームが好きってことね、うんえー。ドライブの途中でアイスクリーンを見かけると必ず買って食べましたあわかるアイスクリーン私も大好きだった夏休みになると家族でお出かけする機会も増えるから私にとっての夏休みはアイスクリーンのイメージですアイスクリーンは沖縄だけって聞いたけどどうなんだろう最近は少なくなったからわからない子も多いかもしれないですねありがとうございます。 そうだアイスクリーン最近見ないねどうなってるのあれしかも沖縄にしかないって初めて聞いたよ沖, <laughs> 沖縄にあるものは全国展開してるって勝手に思ってる人だから私は <laughs> あそっか沖縄だけなんだなるほどねえー、どっかにないかねアイスクリーンね今また値段も変わってるはずね消費税アップのためにね昔は100円ぐらいじゃなかった私中学校かなバイトしたよアイスクリーン 友達と、うん、朝,朝5時ぐらいにねあの沖縄トってあったわけよ。うるまい石川に沖縄ト。分かる人は分かるかもしれんけどその沖縄トの駐車場に朝5時ぐらいに集合だったはず。うん、もうあの時のアルバイト最高だったよ本当に、うん、いらっしゃいませしてアイスクリーム一杯100個ぐらいね作ってから売ったのを思い出したさありがとうございます。はいそしてスイートマロンさんはいありがとうございます。 えっとこんにちは先週はラジオを聴いたよありがとうございます動きながら聞いていたから自分のメッセージは聞き逃しちゃったはず残念はいでも今日は聞けてると思いますよ、はい、今日はストップして <laughs> はい夏休みの思い出、えー、私はラジオ体操だな毎日朝早く起きて朝からパイプニット広場へ向かって長い坂道を登り行ってましたあこれは わかかる方には絶対分かりますよねあのうるま市石川のパイプニットあの長い坂道ですよ皆さん思い出してわかる人 <laughs> 登りたくないねもう今は <laughs> 日替わりで学年ごとに前に出て体操するのがお決まりで小さいながら嫌だったのを覚えています何で毎日行くのかわからないまま真面目に毎年行き続けていた私 忍耐力はラジオ体操から学んだかもしれないですね。すごいですね。また聞きます。ファイティン雪キありがとうございます。ああ、ラジオ体操。やっぱ忍耐力つくんですね。自然と。ああ、これはいいですね。私の子供たちにも教えないといけない。もう行きたくないよって、まだ夏休みでもないのに行きたくないよって言ってるからさ。うん、<laughs> 忍耐力つくよって言わないといけないね。<laughs> はい、ありがとうございます。ラジオ体操か。 そうだね。夏休みといったら、ラジオ体操。はい、もう最近というか、もう大人になってから何回かな、三回くらい行ったかな。子供たちと一緒に三回も行ってなかったら、ごめんね。<laughs> はい、それでは、それでは、続きまして、えー、っと、こちらは、えー、静岡からですね。はい、さあちゃんさん、ありがとうございます。毎朝、FM ウルマ聞いてますよ。ありがとうございます。えー、中学生の頃、キャンプ旅行に行って。 テントに入っていて女子生徒をびっくりさせて先生に怒られ土下座させられたねサッカーやっていたから夏休みも練習していたね新聞配達もやっていたねすごいですねいろいろやってるんですねあと何年生きるかわからないけど バリバリやりたいねバ、うん、バリバリやってくださいよ。もう人生は楽しもんだがちですよ。楽しもんだがち。なんねこれ。なんか日本語おかしいけど。<laughs> まあ通じてくれたら幸いです。<laughs> はいえー、高校2年まではおとなし,いおとなしかったけど学園祭の実行委員長になってから前に出るようになったね。人生一度しかないからね。考え方変わった。大学に行ってたらまた違ってたと思いますが。 えー、自分にはこの道が良かっったと思っていますいい仲間にも会いてるしね自分が天国に行った時に見送ってくれる人を一人でも多く作りたいねーって <laughs> 可愛いですねはいありがとうございますすごい人生を楽しんでる感じの様子がはいあのね想像できましたけどはいありがとうございますこれからも楽しんでくださいよはい続きましてうるまのコだくさんさんねはいありがとうございます、えー、ちびちゃんが生まれたての 単身赴任で内地に行っていた旦那さんのところに夏休みを利用して家族7人すごい大家族ですね家族7人で6畳一間にえー1ヶ月以上滞在したのがいい思い出かな家族7人足の踏み間もないせん足の踏み間もないぐらい狭かったけど楽しかったなかっこ笑いいいですねあの皆さんどんなですか ご家族で川の字になって寝て寝る私たちいまだに川の字で寝てますけどはいえー、とね子供たち小さい子供さんがいるお家はよくあると思うんですけど手足が飛んでくるじゃないですか、ね、手足が飛んできてねあのよく顔がボコボコにわならんか、うん、<laughs> でも気をつけてよ <laughs> 本当に痛いんだよ <laughs> 子供さんの手足が飛んでくるとね、はい、でも気をつけようにも気をつけきれないよね無意識で寝てますからみんなねうん <laughs> はい。 それではそれでは続きまして、えー、とくにさんからいただきました、ありがとうございますやっぱり学生の夏休みに初めてキスをした話、あら、<laughs> なんかロマンチックな方ですね、はいえー、汗ばむ手を握りながら夕日が沈む石川ビーチでお互いの心臓の音を感じながらキスをした。<laughs> <laughs> なんか読んでる私が恥ずかしい <laughs> でもうういいいしくて可愛いね初めて人をこんなに思い嫉妬したり会いたいと思ったり怒ったり悲しんだり初めて全ての感情に本気になれた愛子供と大人のなりかけだから感情がうまくコントロールできないお互い初めて同士なのでそれが全てうい,ういしい。 今考えれば初めて同士だからお互いの気遣いができずぶつかっていたのかななんか青春ですねしかも石川ビーチってこれあの地元の,あの学生さんない、ね、これはね <laughs> わざわざ他の人が来てから石川ビーチで青春はしないよね、うん、<laughs> 多分地元の方だなはいありがとうございます石川ビーチでもこういうロマンチックなね あ思い出があったんですねはいありがとうございます続きましてめぐりんさんはいありがとうございます夏休みの思い出はやっぱり祭りの後の小銭探しがしかし意外と見つからないなぜだーって来てますね <laughs> これ分かりますよあのよくねあの私たちのこの地元うるまし石川のねこの祭りの時にえっ、ー、とこの祭り終わって片付け やってねこのその時に結構大人から子どもからたくさんいましたよね。なんか歩,歩きながら探してるなと思ったんだけどあれはみんなが落ちてないかなって探してたんだね。じゃあめぐりんさんは行く時間がちょっと遅かったかもしれないね <laughs>。みんなが拾った後に行ったかもしれないし <laughs>、うん、私も経験ありますよ。うん、<laughs> 懐かしししいいいありがとうござまますはい、そてて続きまして のちゃんからですすねありがとうございます、えー、息子が5年生の夏休み、えー、楽器は何でもいいから1曲演奏できるようにするという音楽の宿題がありました音楽にはあまり興味のない息子が珍しく私に助けを求めてきましたとりあえず縦笛を使って井上陽水の少年時代が吹けるようになりたいとのことでした私は学生時代吹奏楽部だったので ここぞとばかりにに本格的に教え込みました私がピアノで伴奏し息子がメロディーを奏でる本当に幸せな時間でしたなんか幸せですねうん想像しただけで幸せだ宿題を手伝ったのは後にも先にもこの時だけだったので私の中では忘れられません今でもこの曲を聴くと思い出します余談ですが2学期に「 曲を披露したら先生もおど驚かれたようで、いつも音楽は3だった。息子の通知表はこの楽器だけ5でした。素晴らしい。素晴らしいですね。うわあ、何とも素敵な思い出ありがとうございます。私もね夏休みとはちょっと違うんだけど、いつだったか忘れたけど、あの自分の父親とね。あのキロロが流行った時に。 今でももちろん流行ってますけど、あのなんていうんですか、私がピアノを弾いてキロロのこの楽,楽曲を歌いながら、私の父親はギターするもんですから、ギターを弾きながらですね、あのなんかこうやった思い出がありますよ。うん、なんかそれを私また思い出しました。はい、ありがとうございます。はい、それではえっ、ー、と次ですね、えー M、M ちゃんさんですね、ありがとうございます。 えっと、ばあちゃんちが久米島にあってお<ー>そうなんですね夏休みになったら兄弟も一緒に船に乗って遊びに行ったのが思い出2時間半かけての船旅も久しぶりに会う兄弟たちの顔も一番じゃあの広い畳も今でも覚えてるぐらいおーそうなんですね相当大きいお家なんでしょうね、えー、っと何より今は亡き、えー、おばあちゃんのことを 思い出しますいつもは優しいのに怒ったらめっちゃ怖かったなあかっこ笑いアイスの食べ過ぎで怒られたけどばあちゃんが怒るぐらい食べていた自分に「どんまい」って言いたい <laughs> かわいいね <laughs> ちなみに夏休みの永遠のテーマソングは井上陽水さんの「少年時代」ですってあらこちらも頂きましたね少年時代はいではここで。 流したいと思いますよ皆さん <laughs> 少年時代です聞いてください はいありがとうございます。いいですね。私の心は夏模様。<laughs> そんな感じですかね。はい。<laughs> はいそれではそれでは。もう今日本当に嬉しいですね。今日もたくさんメッセージいただいてますから。はい。えー、どんどん読んでいきたいと思います、えー。京都のなあちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。 夏休みの思い出といえば祇園祭という京都のお祭りがあるんですけど学生の頃毎年行ってたなすごいですね大きな祭りなんでしょうね、えー、とお母さんに浴衣着せてもらっている時からウキウキワクワクするんですよねそうだよね祇園、えー、祭といえばホコの上からの演奏が魅力的なお祭りであの音を聞けば夏が来たなって感じます すごく伝統があるお祭りなのでぜひ興味のある方は行ってみてくださいちなみになのですがゆきのさんはどこのお祭りが好きですか <laughs> もちろん地元のうるましですよ <laughs> はい沖縄の祭りもすごいですからねうんでもなんといってもねえっとほらエイサー あのエイサーを聞かないとね夏が終わったって感じしませんからね、沖縄の人たちはね、うん、今年エイサーどこかで見れるかな、もうエイサーも多分あれかな、もう中止になってるかな、もしかしたら、はいもう夏もねあの、自分たちで今年は夏の楽しみをいろいろ考えないといけないですね、去年と違う夏が来てますからねはいいありがとうございます祇園祭ね。 私も、じゃあ来年は開催,開催されるかな行ける機会があったら行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは、続きまして、N 先生ですね。ありがとうございます。やっほーい、いつも頑張ってるな。感心してるよ。ありがとうございます。夏休みの思い出、いつでもなんとなく楽しく過ごしてるから、特別に何かって言われると、てんてんてん、自分が、 小学生のの頃は永遠に続くものと思っていたそうですよね <laughs> 夏休みってうんなんか当たり前にある感じだと思うけど私も思ってましたお盆の時に青年会の皆さんがエイサーをうちの近くでやるときは走って見に行ったなうん私も私も宿題はあまりやった記憶がないでも怒られた記憶もないからちゃんとやっていたのかもねうんそうかもしれない間違いないあとはビーチパーティーかな 親戚みんなでで行ったたかからら80人ぐらいいいいんんじゃないかな。なすすごいですね。<laughs> 親戚みんな集めて80人ぐらいのもうビーチパーティーってもうすごいすごいもうビーチ半分貸し切りじゃないですか、えー、うちは父親を早く亡くしてしまいあまり裕福じゃなかったから旅行とかは行かなかったけど母ちゃんがとにかく明るくて笑ってばかりの家族だったからそれが一番の思い出 父ちゃんとは庭に布団を敷いて、一緒に寝っ転がって夜空を楽しんだのを覚えている。そのまま眠ってしまって、次の日ちゃんとお布団で目が覚めたのも大事にされてるなあって小さいながらに感じた。なんだろう、すごいイベントとかはないんだけど、日々幸せに過ごしてる感じだなすごくいいですね、伝わりますよ。うん、夏休みは長い休みだから特別感満載だけど、意識してないとすぐ終わっちゃうよねそうですね <laughs>。 今年は10日間しかなくてがっかりだけど10日もあるって思うとウキウキだねコロナに負けずみんなが楽しく元気に過ごせますようにありがとうございます本当ですねやっぱりものは考えようですねうんありがとうございますそうだ1日でも2日でも3日でもね夏休みあるって 最高さ3連休でも夏休みと思ったらもう最高じゃない <laughs> それは別だよね <laughs>。怒られちゃうね、子供たちに <laughs>。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、サンダーマンさんから。はい、ありがとうございます。夏休みの思い出は、中学の中学生の時バスケ部できつい練習をした後に、石川ビーチであの、部活動のね、あのなんていうんですか、ブギって、ブギって当たってます、これ、表現。 えっと、部活動のそのままのねこのお着替えのままユニフォームのままかな、えー、泳ぎ泳いで、えー、泳,い泳いで帰りにあのパーラーひまわり今もありますよねあのビーチのところにパーラーひまわりでジューシーおにぎり3個とツナマヨ2個マウンテンデューシャーベットを食べたのが今思い浮かんできました。そして トドメのデイリークイーンでソフトクリームを食べて帰る食べてばっかりだね <laughs> すごい食べてますねこれ一人で食べたのかなこれね <laughs> あのこれうるま市石川の地元あるあるの話ですよはいあのパーラーひまわりってあるんですよ海の方にねはいそしてあの昔私たちが小さい時にあったデイリークイーンねはいあの今で言ったら何ていう感じあれはマ,マックに近いなんかほらね今で言ったらマック マクのダルドみたいな感じだよね,あのほらねソフトクリームも食べれたしハンバーガーも食べれたしそれが海の近くにあったんだよねとどめにそこまで行ってソフトクリームを食べるってすごいね相当練習頑張ったんだはずねまあ夏の,あの部活動の練習は半端なく大変でしたからね私もバスケ部だ,だったんですけどねはい真面目に練習した記憶はまあほぼほぼですけど。 <laughs> ね、見た目によらずでしょ、もう <laughs> あ。まあ、どう思ってるか分かんないんですけど。はい。はい、それではね、続きまして、ヌカンの金城さん、ありがとうございます。夏休みの思い出といえば、長女との思い出です。今から6年前の話になりますが、当時、小学生あ小学1年生の娘が、夏休みの定番、工作作作りがあり、 お金をかけずに一緒に楽しみながらと、えー、私と娘で近くの海に貝殻を拾って、えー、家に帰ってスコッティの箱に貝殻を貼り付けて箱の色をピンクにしたいとのことでピンク色に塗り塗りはい貯金箱の完成簡単でもあり私的には見た目がうんーっていう感じもありましたがまあ1年生だし 楽しかったそれととっても嬉しそうな娘それを見た私も満足はいいざが学校へ帰宅後に娘がママ友達からお前の貯金箱変なのって言われたとちょっとしょんぼりした顔の娘みんなのはさお店にある工作セットとかで作ったのらしくみ見た目がバッチリな貯金箱あ,あれねあれだよねもうもうなんか 組みみ立てるだけで、OK、みたいなね、うんうん、そのあと娘が「えー、でも自分のは可愛いと思うよ」ってなんか泣けてくるね、うん、私の不器用さでちょっぴり苦い思いをさせた長女の思い出でした「かっこ笑い」「今では娘との笑い話になってますが今でもあ,あの悲しそうな顔が忘れられません」<laughs>「かっこ笑い泣き」<laughs>「これはいらん内容か <laughs>」そしてただいま 反抗期真っ最中な娘です。笑い笑いはい、ありがとうございます。わかりますよ。これこれ絶対あのね。あの、子供さん持ってる？あのね。あの母親の皆さんが経験する。 ことじゃないですかね最初の1年生のねあの手作り貯金箱ですよね私確か何で作ったかなもうあんまり覚えてないけど多分思い出の写真見たら多分出てくると思うんだけど <laughs> すぐパッて思い浮かべきれないんだけどでも私もありますあの近くの海にあの行って貝殻いっぱい拾ってこの何かな何かに貼り付けてよ写真のアルバムだったかなはいいっぱい貼り付けて作った覚えがあります貯金箱も作ったような 覚えももああるるけどあんまりもうすぐ忘れる方だからね私ね私 <laughs> はいありがとうございますいやそれではですね続きましていきたいんですけどもはい続きましてははいえー、とこちらですねはいこちら同級生の恐竜さんから頂きましたありがとうございますはいどうもどうも2度目まして聞いてますありがとうございます今日のテーマは夏休みの思い出 そうだねすぐに思い浮かんだのはラジオ体操ですねなんかスタンプ押すカードとかあったよねうんあった紐とかつけてから首からぶら下げていた気がするうん、うん、でラジオ体操の場所は小学校のグラウンド、うんうん、体操終わったあとになぜかグラウンド一周走らされた謎の儀式 <laughs> そんなことあったの子供だから素直にダッシュして走ってたなあとはやっぱり市民プールだね 指がふやけるぐらい泳いだな。いや、夏休みはいいな、欲しいな。大人になったら3連休ぐらい、でもすごく貴重で嬉しいのに、はあ、夏休みいいな。でも親からしたら毎日大変だはずね。頑張ってね。<laughs> えっと、追伸、ラジオの CM、コスモを聞くと吹いてしまう私です。<laughs> またメッセージ送るね。 ゆ,んたくゆきのおしゃべりすぎて曲を流すの忘れないようにねいつも応援してるよあっさんに負けずに健康第一ではいありがとうございます同級生だからねほら私のキャラクターよく知ってるからねあの CM でしょセクシーな CM <laughs> いつさたまにはセクシーもするんだ私も <laughs> はいそれではその噂の CM いきましょう はいどうですかセクシーだったでしょありがとうね <laughs> はいそれではここでですねラウンジコスモからの、えー、とお知らせがあります、えー、ただいまレディーススタッフを募集中新しく綺麗で落ち着いた心地の良いお店作りをコンセプトに20代から30代40代でも活躍できるお店です気さくな地元の常連様との楽しい会話やカラオケでお酒は飲めなくても OK 経験は一切問わずとても働きやすすい環境です週1回の出勤や週末のみの出勤でも OK まずはお気軽にお問い合わせくださいラウンジコスモお問い合わせ番号いきますね0906859128209068591282石川までお願いします、えー、三越の越に「桃江ちゃんの桃」と書いて セクシーでしょはい。<laughs> えっとですね、うるま市石川のですね、三段下通りを入ってすぐ左です。はい。ぜひ皆さん、えっ、ー、と、募集もしてますけどもね、ぜ、は、ひ、い、遊びに行ってください。とても楽しい場所ですからね。はい。それでは、それでは。 本当にねメッセージに書いてたみたいに喋りすぎて曲をかけるのを忘れてしまいそうになりますからはいちょ気づいたらもう,すもう少しでももう今48分ですかあらまあ急いで読んでいきましょうねたくさんいただきましたからねはい、えー、続きまして「クックッさんですすねはいいありがとうございます夏休みの思い出」「職場の夏休みに恒例のバーベキューがあってそこでバナナボートに何人か乗ったら会社の子が吹き飛ばされてしまい」 前歯がなくなったことかななんて恐ろしい <laughs> 怖いですねバナナボートって危ないんですね歯がもう折れちゃうんだ私は慌てて歯医者に連れてったらなんと車の横のバンパーぶつけたの知らずそのまま走らせ歯医者に到着でしたあの時は焦りとショックで大変だったけど今となれば会社の職員歯をなくした本人含め笑い話だけどね <laughs> これ笑笑いいいい話になっててるるんんででですすすかか <laughs> いやいやいや歯歯をなくした本人は笑えてるんですかね前歯結構大事ですよ <laughs> もうバナナボート怖くて乗れないんじゃないもうまた歯がなくなってしまったらってねうわー気をつけてくださいね皆さん海のレジャーはね楽しいけどはいちょっと危険と隣り合わせのところもありますからはいえー、それではそれではえっとはい続きまして。 はいこちら大阪ですねありがとうございます大阪のさーちゃんですねありがとうございます、えー、夏休みといえば小さい頃は祖父母祖父母や兄弟がいるあいとこがいる九州の熊本や大分に1週間ずつ妹と言ってましたいいですね大分では自分より年下のいとこといとこと目一杯遊んで 熊本では軽トラの後ろに乗って一緒にお手伝いして取ったトマトをたくさん食べたなあ,あ,あいいですね風景が浮かびますね大きくなるにつれ部活などでどんだんだん行く機会が短くなりあ行く期間が短くなり大人になるにつれ仕事で行く機会自体がとっても減りましたあの子どもの時はこれが目いっぱい遊ぶ最後だって全くわからなかったのになあと なななんか切くく寂しくなりますだけど今でもいつでも来てねーと声をかけてくれる温かい九州の祖父母や親戚にはとても感謝ですコロナが落ち着いたらみんなで元気なうちに早く会いに行こうと思いますそうですよねーこれ一番本当なんていうんですか私たちはあの沖縄にもだいたい身内がいますから親戚とかも。 いるからあれなんですけどもうねあのほら何て言うんですかこの県外とか他府県っていうんですか離島この自分たちの住んでる地域と違うところにね住んでて今すぐ会いたいけどなかなか会いに行けないという状況は大変ですよねだってほら本土本土ってあの県外にねあの行っててあのシーミーだからあ生命祭ね シーミーミだからだ沖縄に帰ろうと思ってもほら逆にもう沖縄にいる人たちは今ちょっと来ないでちょうだいっていう過程もねこの時期はあるかもしれませんからね、うん、私たちも今年はちょっとシーミーがなかったから寂しかったんだけどさ、うん、でもねほんとこういう、あのー、県外にね、あのー、身内がいる方も本当にもうちょっとしたらね安心安全な日が来てねあの気軽に。 あの会える日が来たらいいなと私も願ってます、はい、それまでみんな元気で頑張っとこうね、うん、楽しいこと考えとこう何するもう <laughs> ラジオ聴いときなさいもう <laughs> 楽しいでしょ皆さん私もうこれ毎週の楽しみになってるよもうどうするね <laughs> ハッピーマンデーでしょほ、うんとよとっても楽しみ寿命が伸びそう <laughs> はい、だどこまで読んだこっちまで読む、はい。えー、っとしょうちゃんさんねはいありがとうございます。えー、中入の夏休み友達と10人と友達10人と家族全員でキャンプに行った時パンクしてるゴムボートに空気を入れ直して空気が抜けるところにテープを貼ってそこにお菓子たくさんジュース、えー、入れて友達3人が海に泳ぎに行きました。沖の方にに流されそうになって 私のお母さんがビーチの人に助けを求めてガラスボートで迎えに行き助かりましたそのパンクしたゴムボートからは空気が抜けかかっていたようですかっこ笑いって怖いね、えー、友達3人は普段ガラスボートは有料でしか乗れないの無料で乗れたことにすごく笑いながら当時は喜んでいました以上 <laughs>「笑い笑い」ってあるけど <laughs> まあ いいですけどねまあ有料が無料で乗れたってまあまあまあね、まあ、これはあの若,若気の至りっていうんですか、まあ、学生さんだからねあの恐怖よりもうんかよかったらッキーっていう感じですよねきっとね、うん、でも危ないさボートに穴が開いてるのをペタンってねあのテープでペタってペッ,ペッ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 パッみたいな感じでねいやいやいや危ないよ、うん、でも無事でよかったさだから今笑い話になるんだよねきっとねうん。 私もほら台風の時海に泳ぎに行ってからねあ今はこうやってね生きてるからお笑い話になるけどあの時のお母さんの真実を考えたら恐ろしいよね怖いよねこんな子供がいたら怖いよ <laughs> 真似しないよ <laughs>、うん、うちの娘たちね子供たちは、うん、絶対真似するわけないさって言われたんだけどね、うん、よかったよ、うん、<laughs> はいはいそれではそれではえっ、ー、と次ハトさんですねはいありがとうございます 夏休みは大体毎日課題をして過ごしてました。ああ、なるほど、多いですよね。今の学生さん多いんじゃないですかもしかしてこの、この宿題とかね。うん。えー、っと、私は一つの課題を終わらせるのに人よりも時間がかかってしまうので、夏休み初日から課題に取りつかあ取り掛かるのですが、結局、課題が終わるのは登校日の数日前になってしまい、あまり遊んだ思いではありません。いくら夏休みの課題とはいえど、 パパッと適当にこなすことができず、特に美術の課題や国語の作文は納得いくまで、何回も何回も書き直ししたことをから前に進まなかったんだろうなと思います。ですが、なかなか納得いくものに仕上げることは難しく、時間もなくて焦り、課題がうまくいかずに泣いてしまったこともありました。そうですか、一生懸命なんですね。もう少し妥協して、 肩の力をうまく抜けていれば楽しい夏休みを過ごせたのかなと思うんですができるだけ妥協したくないのは今も変わらないのでそこの力加減をうまく調整できるようになるのが今後の私の課題なのだと思いますいやいやいや鳩さん妥協しなくていいんですよもうそこはもう自分のね一つのこだわりだと思ってねうん、私なんか毎日妥協ですからもう <laughs> 妥妥協妥協 <laughs> もういっかまあいっかみたいなね、うん、まあでもそれぐらいねこの一つのものに一生懸命になれるもうこだわりを持ってっていうのがね私はすごく羨ましい限りでございます。はとさんの,この個性としてねもう自分で受け止めていくのもいいんじゃないですか、うん、そんな思い詰めないでね、うん、はいありがとうございます。はいそしてですねあこれあともうちょっと読みたい。 えー、奈良県の雪乃ちゃん大好きさんからです。はい、ありがとうございます。夏休みの思い出ね、遠い昔のことなんで、思い出そうにもなかなか出てこない。夏休みといえば、海に行ったり、山に行ったりと、みんな楽しんだでしょうね。子どもの頃は北海道の山の中に住んでいたんで、山は毎日行っているようなものでした。ああ、そうなんですね。えー、海は、5年生の時に親戚の人に、初めて海に連れて行ってもらい。 初めてて見る海海にこれが海って感動したなそれでテレビでしか見たことがなく海の大きさにびっくりついてすぐに海水を舐めて本当に塩の味がするって <laughs> 騒いだような思い出があるねあの頃は今ほど暑くなくて7月末でも寒くてあそうなんですか信じられないね海に入れず海岸で遊んでましたね まあ泳げなかったから怖くて海に入れなかったのが本音かな意外と北海道出身って、えー、泳げない人多いんですよ海を見るたびに思い出す懐かしい夏の思い出ですああ早く沖縄の綺麗な海を見に行きたいなそうですよね沖縄に来たいって思っちゃうよねもうみんなそうですよ私も県外の皆さんにもお会いしたいしね あれなんだねやっぱり海見たことないなかったら舐めてから確かめるんだねわ、うん、かる私もあの山に行った時に舐めて確かめたあの何て言うんですかあ川の水って味がしないと思ってねそんな感じですよねあの海しかわからなかったから初めてねあの小学校の時に。 山にキャンプ行った時にあの舐めた覚えがありますよ、うん。ありがとうございます。はい。それでは、えー、こ,ここまで読みたい。りんりんママさん、ありがとうございます。今日も楽しみにしてるよ。ありがとうね。今日はやっと晴れたから大掃除したさ。そうだね。今日大掃除でじゃないうん。はい。今日はやっと晴れたから大掃除したさ。あもう一回読んでるね、私。ごめん、ごめん。えっ、ー、と、あまりにもう昔のことでなかなか出てこない。欲しいな。夏休み。 そうだよね。今はね娘も学童で弁当とかさここ何年はデイジージなってる難儀だなーってしか考えてなかったけど学生時代は夏休み楽しみでしょうがなかったなーと考えてみたら思い出してきた小学校の時は毎年ばあちゃんがムーンビーチのホテルのチケット会社からもらって家族やいとこたちみんなで泊まってたこととか 海洋博公園がまだ遊園地もあった頃は遊びに行ったりしたね今は沖縄遊園地っていうのないけどあの頃は子供の国も海洋博も楽しかったな何よりムーンビーチが最高だったな綺麗なお部屋美味しいご飯、綺麗な海で泳いだり最高だね大人になってからは太陽もダメだし完全夜型人間だから娘もなかなか連れて遊びに行かないんだけどもう考えたら夏休みいっぱい楽しませてあげたいなって思うねそうだよね もうコロナの影響で今年は10日しかないけど10日の夏休みしかないけどできることも限られてるけど自分も休んでえー、っと急に仕事になったりするけどまた沖縄も感染者出ちゃったから今年は夏休み皆さんどんなするのかなでも短い夏休みだから楽しませてあげたいな皆さんもえー、っとえー、っとあららら,らちょっと待ってください 皆さんも今年,今年は短い夏休みだけど楽しめる方法を見つけてコロナ感染拡大に気をつけながら楽しもうね。はい、ありがとうございます。もう1分だね、皆さん。ありがとうございました。<laughs> なんともまあもう時間も見ない。もう本当にごめんなさいね、皆さん。えっ、ー、と、今週もありがとうございました。今日もありがとうございました。えっ、ー、と、来週はですね、えっ、ー、と、皆さん、あのー、もし、 ごめん終わったまた来週ね <laughs> ありがとう <laughs>